スランプというか、あんまりプレーがうまくいかなかった時とか、そういう時期もありましたけど、そういう時期はもがくっていうのがいつも、まあ、どうしても監督によっては選手が出れない時期もあると思うので、その時はしっかりずっと持続していくというか、頑張ってこう見てもらえるようにずっと努力していくっていうのをもがきながら脱出できるように考えたりとかしてました。